ング檜山さやか担当します。よろしくお願いします。いや、先ほどまでけん玉を持っていたので、黒巻に立った時にあれ、けん玉持っていなくていいのかなと思ってしまいました皆さんの応援いただきありがとうございます。無事成功いたしましたね。けん玉得意の方も多いかと思うんですけれども、私は1回成功するのにかなり時間がかかるのでいやー、すごく番組中に成功できて嬉しかったですね。皆さんは亀井さん用はできますか？いろんな技がありますよね。一番難しいのがここですよね。場所がわからないですけれども、こう角の部分というのかな、剣先に玉をこう刺すのが難しいですよね。できる方いらっしゃいますか？どうなんでしょう。私はこの大台でかなり苦戦してました。あとこちらもありますよね。こう中皿って言うんですね。あ、大皿、中皿、小皿って言うんですね。へー、いや、小皿も難しいと思いますけれどもポンコ負けないよってね、アイリンさんの企画とかでもありそうですもんね、けん玉。ゆかりんさんに渡したらやってくれますかね今日けん玉の日ですもんね。ぜひ皆さんも今日という日を楽しんでください。はい、こちら白いけん玉となっておりますやってましたけん玉。ただ何でしょうね、難しいですよね。上手な方は本当に上手で、プロフィールに書けるねって、確かにそういう特技欲しいですね。いろいろあったりするじゃないですか。練り消しを作るのが得意とかそういうプロフィールがあるんですよ。私には尖った特技はそういうのないので、こういうちょっと話せるような特技が欲しいですね。ギターの次にですか。なんかこう人前でできるものがあったらいいですよね。けん玉天気予報とかいいですもんね。かなりプレッシャーかかりながらやりそうですけどね、気が気じゃなくなりそうですけれども、まあ、ぜひ皆さんも今日はけん玉の日ということで、いろんなことに挑戦していただきたいなと思います。ぜひ大皿に乗せてくださいさあ、では詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご利用ください。